にちは。こんにちは。ご飯食べます。お腹減りました。ご飯。なんばらですよ。久しぶりじゃない？ポンさんのじゃないよな。ちゃう。え、なんか会議する？うん。こんにちは。いただきます。特選。卵。はい。もうやこちゃんと特選するの最後はね。実感ないけど。腕前しめラストです。おいしい。おいしい。ね、しっかり目に焼き付けてくださいね。頑張るから。味付け卵めっちゃ美味しいねんけど。半熟や。卵めっちゃ美味しい。皆さんバレンタインはチョコ何個もらったんですか？焼きマック食べて ASMR で食べました。肉ねえ、高かった、ごめん。だしももらう担当です。今年は自分にオードリーを結局2万円分ぐらい買っちゃったかも。バレンタインに自分に。あ、でもちょっと家族、親戚とかにも買ったから1万5000円分ぐらいかな。自分に買いました。バレンタインとかってさ、もらうもらわないあるけどさ、自分にご褒美する日って思ったらいいかなと思って。この時期しか買えないからこそ自分のご褒美にする。へ、 TikTok 見てる、ありがとう。美味しくいただいてます。
4月ぐらいまで持つから、賞味期限が3月とかかな。だからそれを それまでに大切に食べます。私はアンジュみたいにいろんなチョコレート挑戦できへんから、アンジュに教えてほしい。ここにこういうチョコレート美味しいですよとか、好きなブランド見つけて、お菓子屋さんデパートの、これは名前忘れたからまた見てこよう。なんか特別な時に食べるみたいなもの欲しいな。こんにちは。おいこす久しぶりに食べてる。タンパク質の塊やな今日の夜ご飯。いやいや、ビタミンがない。さっきビタミンドリンク飲んだからいいや。お肉がない。まあ、いいや。まあまあまあ。こんにちは。うん、チョコレートクッキーか。降ってきた。本命ってことですか。みんなさ、 ASMR 何食べてほしいとかおったらさ、コメントとか DM 欲しい。あのテイクアウトできるもので、ネタが、あと大阪で買えるもの、ごちそうさまでした。あー、タルタルソースインファミチキ、お醤油しような、わかる。何食べよう。なあ、ほんまに迷うわ。次何食べよう。コーンフレーク、いいね。大好きコーンフレーク。天ぷらもいつかやりたいなって思ってます。海ぶどうとかもありやな。ポテチもね、今スナック菓子でやろうかなって思ってるね。韓国チキンもありやな。カリカリ梅よだれ出てきてまうわ。
雑草やったっけ、美味しいよな。片揚げポテトやりやな、大好き。一回さアイスでやってんやん、板チョコアイス。音消えてん、最低じゃない。もうめっちゃ悲しかってんけど、何やったっけな、板チョコアイスともう一個音消えて音声。もうほんまに悲しい。あれが丼とかじゃなかったら、丼とかやったらもっと衝撃やったな。アイスやったからさ、うんって感じやったけどさ、アイスもアイスでさ、あでも鉄火丼とかやったかな、なんかアイス食べた時がさ、ほんまにお腹いっぱいの食後のデザート食べたからさ、結構さあお腹いっぱいだと思いながら、美味しかったけどさ食べてさ、しかも久しぶりの板チョコアイスやったからさ、いやチョコアイスなんですけど、めっちゃ感動したんよ、美味しいと思って。板チョコってこんなに美味しいんやと思ったのに、悲しかった。だからこれから投稿するまで素材消さないでおこうって思いました。マイクトラブル、悲しい。こんにちは、悲しい。今考えただけで悲しい。音声ないのにまだ残してるもん動画って感じです。ほんまに悲しい、思い出しただけで悲しい。うん、あれ美味しいよな。クッキー、海外のクッキーいいな。なんかスタバのクッキーとか言いたいな。せんべいもありやな。こんにちは。2日連続公演か、体力もつかない。今日はもつか。七味せんべいとかあんの？七味せんべい食べたことない。もう終わるよ。私はそうなん、終わってくれる。何持ってんの？美味しい。え、美味しい？食べたことない。いや、聞くから。へぇ、この辺から買ってみた。なるほどね。うん、天気寒いよな。大阪で寒がってんのここだけやと思う。いやほんまさ、室内の方が寒いよな。寒い、なんか雨降ってるの嫌やな。雨降ってるんや、うん、今は分からんけど。確かに夜降るんかな。傘持ってないな結局。え、美味しそう。ベーグル、そうベーグルハマってんねん。え、私もベーグル大好き。めっちゃ美味しい。どこに売ってるベーグル？え、パン屋さん。ベーグル専門店とかあるやん。あるあるある。まあやな、マジ好きベーグルなあ。めっちゃ美味しいし、なんかお腹いっぱいになるしさ、確かに詰まってるからさ。そうじゃあこれは、
チョコとクランベリー。あーいいね、絶対うまい。クランベリー入ってるの、ね、そういいね、高得点。いいねいいね。ダイエット中やもんな、ちょっとちょっとやん。そう、たまに食べなさすぎて、うん、公園がフラフラで。ああそうよな、今日やばいと思う。マジ雨やし。ああ気圧下がってるもんな。確かにないよ、ちょっと今日倒れるかも。最高やで。倒れんといて。倒れたらあかんな。一番最初に何食べたい？ラーメン。でもな、食べたいものリストっていうの作ってんのよ。もういっぱいあるねん。ラーメン、焼肉、うん、ハッピーターンの200パンで。うまいよなー、あれめっちゃ美味しい。でマクド、うん、バター醤油ご飯、うん、うわっ、うん、罪な味。ピザ、うん、で、クリスピードーナツ、炭水化物、うん、で、もんじゃ、うん、で、あと餃子、うんうん、あーいいね。で、パン、トッポッキ、ファミチキって言うてる、うんうん、で餃子はゆいなのもぐもぐのやつが流れてきて TikTok で、うん、餃子食べてたよね。それでうわもう最悪餃子やん、最悪。ダイエット中にゆいな見たらもうゆいなミュートせない。間違い非表示にしてるから。わかるわ。 それ見て餃子が食べたくなった。あ嬉しい、食べたくなってくれていいや、うん、リストにリストインしました、リストイン。餃子ってさ焼肉とかに比べたら食べたいって思う時あんまないけどさ、うんうん、食べたらめっちゃ美味しいよな。わかるわ。大好き。あれ何なんやろうな、急に来るよな。来る、餃子食べたい、餃子食べたいって思ったら食べるまで一生懸命。わかる、わかるわ、かる。確かに。でも最近あんま音出るやつ食べてない。食べてない。ぬちゃぬちゃしてそう、気づいてあの ASMR の音出しても伸びないってことに気づいて。そうやんな。そう全然もう美味しい、美味しいやつ。ジャンキーなもの食べないと。チャーハンとかも食べてたやん。そう、全然音なら ASMR する気ないやん。もうさ、それこそリンゴ飴とかさ、うん、なんかコンペイトいろんな種類並べてとかさ、うん、全然伸びひんかって一通り試した結果、マックが一番伸びることにたどり着いた。好きなんや。確かにマック手ごてごれやし、すぐ食べれるもんな。まあまあ確かにみんな食べれるもんな。うん、大好き。サムライバーガーの、うん、サムライマックの焦がし醤油の方が好きや。へえ。あれが一番。バカうまいから。へえ。エビフィレオしか食べたことない。ほんまに？ビッグマックも食べたことない。マジ？ビッグマック私も食べたことない。マジ？うん。エビフィレオしか知らん。テリヤキ食べたことない。食べたことない。テリヤキはかわ。損してるわ。うん、あそうなの。あもう食べたことない。一回食べてみて。テリヤキ。テリヤキは美味しいな。テリヤキはマジで。あとチキチーとか。ガチキチー大好き。美味しい。今から行こうかな。テリヤキはルームスであの初めてテリヤキバーガー食べてみた。え珍しい、だって珍しい、珍しい。22歳で照り焼きを食べたのかな。そんなにこんな美味しい。そうなん、美味しい。2枚入ってる時あるもん。うん、あの前な。食べてみて、食べてみよう。フィルフィッシュとか食べたことないかも、逆に。私も、あ、魚苦手なんだ、うん、あんま好きです。エビフィレも食べたことないわ、逆に。マジエビフィレも美味しいで。美味しいよ、エビやもんだって。まあまあまあ、でもちゃんとエビよな。エビプリプリしてる。美味しい。いっぱい入ってるし、エビが。ね。うわもう食べたい。あと何？3日？あと3日。3日か。3日ですね。食べよう、食べ終わったら。食べよう、いっぱいみんなで。うん。うん、そもそもいかんな。よし、ランキング読みます。うんうん、13位シュウくん、12位ひとし、11位ルートくん、10位あきぱんさん、9位がまこっちゃん、8位がヨネ、7位がハッチ、6位が野原しんのすけのすけ、5位がダイちゃん、4位がひでひで、3位がガンズン、2位がなおや、1位がしょうちゃんだわ。1位はしょうちゃんだわでした。ありがとうございました。
ということで皆さん、レクちゃんラストナンバラリティ公演見てね見てね、ありがとうございました。